スタンドアップザ・ヴァンガード、エンドキック、いけ、ターンエンドだ。ライド、バーサークドラゴン、続け、ダメージチェック、ドロートリガー、パワーはヴァンガードに、ベリコウスティ、コスモビークを攻めろ、大バトルス、やはりリアガードを死守してきたな。次のターンしっかり攻めさせてもらうよ。トランスディメンション。正義の心が炎と燃える超次元ロボ大勇者。イマジナリーギフトホース。おお。大勇者にパワープラス1万。さらにコール。大ドラゴン大ブレイブ。大ドラゴンのスキル発動、ソウルブラスト、大勇者にパワープラス5000。みんな仕掛けるぞ。イエスマイヴァンガード。イエスサー。大勇者の後ろに大ブレイブをコールすればパワーは3万5000以上になり、クリティカルもプラス1される。だがトリガーが1枚でも出ればパワー3万5000は超えられる。そう踏んでのアタックか。受けよ正義の鉄槌。必殺ジャスティスソード。ドライブチェック、ノートリガー、セカンドチェック、クリティカルトリガー、パワーはヴァンガードに、クリティカルは大ドラゴンに。なるほどな。魔竜同士落車、ウィザードソルジャーラオピア。大勇者はクリティカルが増えるスキルを持つ。君のダメージが4だろうが5だろうが、次のターンでとどめを刺せることに変わりはない。だから俺のダメージを読んで抑え、ダメージチェックでトリガーが出る機会を減らし、カウンターブラストの回数も制限、さらに手札も消費させる。なるほどな。スタンド&ドロー。さっきのターンダメージを読んで抑えられていなければトリガーしていたのか。皇帝に流れを持っていかれたか。だが行くぜ、ドラゴニックオーバーロード、ザ・ヴァンガード。イマジナリーギフトフォース。ギフトでパワープラス1万、さらにコールベリコンシティドラゴン、オーバーロードのスキル発動、ソウルブラスト、オーバーロードにパワープラス1万。黙示録の炎と呼ばれる我の力、思い知るがよい。ノーガード。ドライブチェック、ノートリガー、セカンドチェック、クリティカルトリガー、
効果は全てヴァンガードに。すまない、大勇者。大丈夫だ。アタックがヒット、オーバーロードのスキル発動、カウンターブラスト、さらに手札2枚を捨てる。もう一度だ。そうはいかない。完全ガード、ダイヤモンドエース、ここは倒産。そういうことか。ドライブチェック、クリティカルトリガー、効果は全てベリコースティードラゴンへ。ダイバトルズコスモビーク、僕のターンだね。大ドラゴンのスキル発動、ソウルブラスト、大勇者にパワープラス5000、大ブレイブのスキル発動、ソウルブラスト、さらに大勇者にパワープラス5000、コール、コスモビーク、コスモビークのスキル発動、カウンターブラスト、大勇者にパワープラス5000、ブレイブアー、大勇者のパワーが3万5000を超えたことでクリティカルプラス1。さらにリアガードを1枚レストして大勇者にパワープラス1万。受けよ、正義の鉄槌。トー必殺ジャスティスソード、来い、ワイバーンガード、バリン。完全ガードか、ドライブチェック、ノートリガー、セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全てコスモビークに。これで大勇者のアタックをしのげたと思ったら大間違いだ。見るがいい、カイト式大勇者究極の力を、トランスディメンジョン。トー真の正義が闇を貫く究極次元ロボ、グレート大勇者。ライドしたターン、グレート大勇者はパワープラス1万。おお、さらにグレート大勇者のスキルで前列の3体全てにパワープラス1万。おお、さらにイマジナリーギフトフォース。おお、ギフトで大ドラゴンにパワープラス1万。いくぞ皇帝。ああ、グレート大勇者、グレムナー、ディメンジョンポリスの仲間たち。イエスサー。アイエイサー、ノーガードだ。くらえ、究極の鉄槌、超必殺グレートジャスティスパンチ、ドライブチェック、ノートリガー、セカンドチェック、ノートリガーだ。ダメージチェック、クリティカルトリガー、効果はヴァンガードに。コスモビーク、槍の化身、はぁ、やるな、カイト式。だがこれなら、行け、ダイドローン。パワー4万のアタックを手札1枚の君にはどうすることもできないはずだ。来い、ゲンジョン。何、最後の手札がフィールド2万のヒールトリガーだと。引き寄せられたようだな。とはいえ、手札はゼロ。次のターンで皇帝にダメージ2を与えるには、ユニットの数がギリギリだな。スタンド&ドロー。来い！ネハーレンのスキル発動！
カウンターブラスト、大ブレイブを退却。ネハーレンはパワープラス5000。相手のリアガードが退却したことでベリコウスティもパワープラス5000。さらにオーバーロードのスキル発動、ソウルブラスト、パワープラス1万。続け、よいよ。はい、大バトルス、大タイガー、ドライブチェック、ファーストチェック、ノートリア、セカンドチェック。効果は全てヴァンガードへ。グレート大勇者、僕の負けだ。